上皇さまが今日89歳の誕生日を迎えられ、宮内庁は住まいのある赤坂御用地を散策する映像を公開しました。上皇さまは夏に MRI 検査を受け、心不全と診断されました。運動を控えるなど内科的な治療を続け、現在は体重の増加やむくみはなくなったため、症状は改善傾向にあるということです。